今回は松屋のハッシュドビーフ並盛りですね。こちらをいただきたいと思います。いや、ハッシュドビーフって、いや、いいですね。響きがまずいいですからね。いや、こんな感じですけど、いや、見てください、この美味しそうな感じですね。いや、この肉の感じがまたいいですね、これ。いや、たまらないですね。これをここにかけていきますね。ゴロッとした肉も入ってますんじゃないですかね。いや、たまらないですね、これ。美味しそうな感じが全然違いますね。いや、いいんじゃないですかね。いや、見てください、この丼にしたって感じがまたすごいですよね。多分普通は丼にして食べるもんじゃないかもしれないですけど、丼ですからね。いや、いい感じにご飯に染み渡ってるんじゃないですかね、今頃。いや、この肉の感じもまた、いや、たまらないですね。早速、断面を見てみたいと思いますので、切っていきますね。ちょっと切れなかったですね。これはちょっと失敗ですかね。なんか引っかかった感じですかね。あ、切れましたね。ちょっと失敗したんでこぼれちゃいましたけど、残さず食べていきますよ。早速このハッシュドビーフ丼ですね、いただきたいと思います。いや、このご飯にちゃんと染み渡ったのがまたいいですね。いや、味もいいですね、これ。たまらないですよ。デミングラスソース風って感じですかね。それが染み渡ってますね。この肉の感じも別格ですね。と思ったらちょっと肉がすじばってましたね。ちょっとこれはちょっといただけないですけど、まあ値段を考えるとこんなもんですかね。まあ、全然これが1000円以下で食べれるのはやっぱすごいと思います。これレストランだとかなりしますからね。いや、いいですね。本当に寒い中染み渡る感じですよ。いや、たまんないですね。本当にレストラン並みの味じゃないですかね、これ。ご飯にも染み渡って最高ですよ。いや、ちょっとこぼれちゃいましたけど、まあいいんじゃないですかね。ちょっといろいろあれですけどね。この肉の感じがまた、いや、具材が結構大きいですからね。肉だけで結構ゴロッとしてますよ。いや、こっちの肉は柔らかいですね。いや、別格ですね、これ。ちょっとこぼれちゃいましたけど、全然量ありますね。いや、本当に濃厚な味わいですね、これ。すごいですよ。さっきご飯にかけたと思えないぐらいの染み込み具合ですからね。ただならないですね。
いや、このコロッとした肉がまたいいですね。すごい量じゃないですかね。たまらないですね。このゴロッとしたマッシュルームもいいんですよね。ほんと旨味にあふれてますよ。本当に心も体も温まるって感じですね。いやー、いいですね。またちょっとすくいながらですね。いや、こぼれたところが冷めてるんですけど、冷めても結構美味しいですね。ただこのマッシュルームがまたいい仕事してますよ。とりあえずこれで大体すくえましたね。いや、ちょっとこぼしちゃいましたけどね。本当にこれは美味しいですね。舐めたくなるぐらい美味しいですよ。というところで今回はこのハッシュドビーフ並盛りですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。